おはようございます。自由を目指して投資をしている大学生クラゲです。本日はですね、財務データ分析のための会計知識という再生リストの第2弾として損益計算書について話していこうと思います。この再生リストをすべて見てもらえれば、財務データ分析で必要な会計知識が身につき、米国株の財務諸表が読めるようになりますし、私の普段出している銘柄データ分析の動画も楽しく見ることができるようになると思いますので、ぜひ時間があるときに再生リストを見てほしいなと思います。本日の動画の流れですが、まず最初に損益計算書について、2番目に損益計算書で見るべきポイント、そして最後にですね、実際に一つの米国株を例に財務諸表を一緒に読んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。損益計算書は PL と呼ばれ、プロフィット&ロスステートメントの略になります。英語にすると利益と損を計算したぜって書いてあるので、日本語とそのままの意味ですよね。損益計算書とは会計機関における経営成績を示す計算書です。計算書は大枠で見ると収益、費用、利益の3つに分類されます。左上の図を見てもらえればわかると思いますが、収益から費用を引いたものが利益になります。じゃあ左下の階段状のグラフはなんだよってなると思うんですが、これは基本構造だと大雑把な分析しかできないので、 PL をより詳しく表したグラフと思ってもらえればいいと思います。じゃあ何を詳しく見ているかというと、費用の項目です。つまり、お前ら何にお金使ったのって部分を詳しく見て、営業活動の良し悪しを測ろうってことです。それでは実際に費用の種類やそれに伴う利益の名称を確認していきましょう。まずは赤色のグラフ、売上高です。売上高とは商品、製品、サービスの販売代金の合計額です。これはご存知の方も多かったのではないでしょうか。続いて、売上高から売上原価を引いたものがオレンジ色の売上総利益になります。売上総利益は粗利とも呼ばれることがありますので注意しましょう。売上原価は仕入れコスト、製造コスト、製造のための労務費、原価償却費などが該当します。続いて、粗利から販管費を引いたものが営業利益になります。販管費には人件費、広告費、原価償却費などが含まれます。ここでなんかおかしくないってなりませんか？そう、売上原価と販管費、2回にわたって原価償却費が含まれているんですよね。これは何を原価償却したかによって、売上原価に含まれるか、販管費に含まれるかが異なります。例えば、製造に使用する固定資産を原価償却する場合には売上原価に含まれますし、販売活動に使用する固定資産を原価償却する場合には販管費に含まれます。これは初心者には混乱するところですよね。自分も勉強していた頃は、なんで売上原価として計上される時と販管費として計上される時があるのか疑問でたまらなかったです。本題に戻りまして、続いてですが、営業利益から営業外損益を足し引きしたものが経常利益になります。営業外損益には主に支払い利息、受取利息などが含まれます。もしも企業が他企業の社債を保有している場合は、利息を受け取ることになりますよね。なので稀ですが、営業利益より経常利益が大きくなることがあります。しかし、実際にはほとんどの企業は銀行からの借り入れをしていますので、支払い利息が多くなるのが一般的です。続いて、経常利益から特別損益を足し引きしたものが税引き前当期純利益になります。特別損益には固定資産の売却損益などが含まれます。例えば、会社のオフィスビルを売却した時に取得価格より高く売却できれば利益になりますし、逆に価格が落ちて取得価格より安く売却することになった場合は損になります。最後、税引き前当期純利益から法人税を引いたものが当期純利益になります。最後に、米国の会計に関して補足をすると、日本の場合は経常利益が記載されていますが、米国会計では経常利益の記載がありません。なので、営業利益から営業外損益と特別損益を足し引きしたものが直接税引き前当期純利益になりますので、ご注意ください。ここまでで損益計算書の構造だったり意味は理解できたと思うんですが、
じゃあ実際どういうところに注目して分析をするのかについて話していきたいと思います。損益計算書から何を読み取れるかというと、極論3つに集約されます。それは利益、利益率、費用比率の3つです。費用比率に関してはまた別の動画で解説したいと思います。なので今回は利益、利益率について話していきたいと思います。まず先ほどから出している損益計算書の階段状のグラフですが、時間経過とともにどのような動きをしているか知りたいので、過去のデータを集めて右の図のように並べたグラフを Excel で作ることをお勧めします。このグラフを見ると過去から比べて今の売上高や利益が成長してきているかどうかが判断できるので分析しやすくなりますよね。もう一つ作ってほしいグラフが、営業利益、当期純利益、粗利益率、営業利益率、当期純利益率のグラフです。スライドでは営業利益と当期純利益を棒グラフで作り、利益率関係を折れ線グラフで表しています。ここでどうせ手元に残る利益は当期純利益なんだから営業利益は見なくてもよくない？ってなるかもしれませんが、先ほどの損益計算書の構造で確認した通り、当期純利益には特別損益が含まれています。固定資産の売却益や売却損というのは一過性であることが多いので、毎年継続しないことが多いです。つまり突発的な上下の可能性が当期純利益にはあるので、本業の利益である営業利益も確認するべきと考えています。利益率の計算式はこのようになっていて、それぞれ各利益が売上高に対して何パーセントかを表しています。また最後に当期純利益の目安について触れたいと思います。利益率の水準は業種ごとに特徴が出るので、一概に数字を見て高い低いは言えないんですが、何社もの損益計算書を見てきて肌で感じてきた数字を掲載しています。当期純利益率が 30% を超えている企業はごくわずかで、かなり優秀な数値です。有名な企業だと Facebook や台湾セミコンダクターなどが挙げられます。また 20% から 30% も魅力的な水準ですが、この水準の企業はそれなりにあるって感じです。そして 10% から 20% は波程度で、良くもなく悪くもないって感じです。 10% 以下に関してはかなり薄利なビジネスと言っていいと思います。ここまでは損益計算書の構造や分析指標について話してきたので、これからは実際の企業データを見ていきたいと思います。今画面に出している企業データは Google の親会社アルファベットのものです。皆さんはこのデータ見てどう思われますか？私はですね、この損益計算書を見てめちゃめちゃ綺麗だなって思います。左側の PL の推移は階段状のグラフが徐々に拡大していて、大枠として成長しているのが読み取れますよね。そして右側のグラフを見ても利益は上昇傾向ですし、当期純利益率が 20% を安定して超えているのでビジネスの強さも伺えます。もう一つ例を見ていきましょう。こちらのデータは自動車大手のゼネラルモーターズです。このデータを見て皆さんどう感じるでしょうか？ PL の推移を見ても縮小傾向で利益率も低そうですよね。実際に右側のグラフを見ると利益は年々減少傾向で、好印象は持てないですよね。さらに赤色の折れ線、当期純利益率を見ても 5% 程度で、利益率もかなり悪い部類だと言えます。このように損益計算書から得られるデータを活用すると利益や成長性が顕著に見えますので、ぜひ皆さんも活用してみてください。ここまでのポイントをまとめます。まず PL は企業の経営成績を示し、収益、費用、利益の3つから構成されていました。そして PL から読み取れるものは3つありましたよね。1つ目は利益です。利益は成長しているのか、それとも横ばいなのか、はたまた後退してしまっているのかを確認できました。2つ目に利益率です。利益率は企業の競争優位性を示し、ビジネスの強さが読み取れます。私の感覚値ではありましたが、 20% 以上であることが好ましかったですよね。3つ目に費用比率です。企業が製品やサービスの価値を生み出すのにどれだけの費用を使っているのかというのが重要な指標となります。これに関してはまた別の動画で詳しく解説いたします。
いよいよですね、実際に財務諸表からデータを取って分析していくんですが、損益計算書から全てのデータを取らないといけないわけではなくて、必要なデータっていうのは限られているんですよね。それをまとめると、利益関係は売上高、売上総利益、営業利益、税引き前当期純利益、当期純利益が取るべき利益関係のデータになります。そして費用関係は販売及び管理費、研究開発費、減価償却費の3つのデータが必要です。ここで補足すると、減価償却費は売上減価に含まれたり販管費に含まれたり、状況によってまちまちだと前半で話したと思います。なので実際の損益計算書ではその他の費用などにまとめられてしまい、減価償却費って項目を設けていない会社がたくさんあるんですよね。じゃあ減価償却費のデータ取れないじゃないかってなると思うんですが、実は減価償却費というのはキャッシュフロー計算書というまた別の書類にまとめて書いてあるので、そこでデータを取りたいと思いますので、今回の損益計算書では取らないことにします。これから実際に半導体大手のインテルの財務諸表を例にデータを取っていきたいと思います。こちらのサイトはエドガーという米国に上場している企業の年次報告書や四半期報告書が見れるサイトです。概要欄にリンク貼っておきますね。まず調べたい銘柄のティッカーシンボルを右上の検索窓に入れてください。この時にエンターキーを押さないように注意をお願いします。そうしたら検索窓の下に赤枠のような候補が出てくるはずです。そして一番上にお目当ての企業名が書かれていると思いますので、それをクリックします。そうするとこのようなお目当ての銘柄のページに移動します。そしたら点 K、点 Q と書かれたところをクリックします。ちなみに点 K が年次報告書、点 Q が四半期報告書、 8K が決算短信に相当します。クリックすると隠れていた部分が出てきて、直近数件のファイルが出てきます。そうしたら赤枠の点 K のファイルをクリックしましょう。これでお目当ての年次報告書のファイルを開くことができました。そしてファイルの真ん中あたりまでスクロールすると、コンソリデイトステートメントオブインカムと書かれたものがあり、これが損益計算書になります。こちらは損益計算書を拡大した画像です。まず注意したいのが単位です。左上の赤枠の部分にアマントインミリオンって書かれていますよね。これは単位がミリオン、つまり100万ですよって意味ですので、ご注意ください。これから赤色で示すのが利益のデータで、青色で書いてあるのが費用のデータです。まず一番上のネットレベニューは売上高です。その下コストオブセールスが売上原価です。その下グロスマージンが売上総利益、またの名を粗利です。その下リサーチ&ディベロップメントが研究開発費です。その下マーケティングジェネラル&アドミニストレーティブが販管費及び管理費です。それから3つ下に飛んでオペレーティングインカムが営業利益です。そこからさらに3つ下に飛んでインカムビフォータクシーズが税引き前当期純利益です。そして最後一番下にあるネットインカムが当期純利益となります。以上で必要なデータは全て確認できたと思います。最後に損益計算書で頻繁に出てくる英単語をまとめておきました。損益計算書は企業によって使っている英単語が違う場合が多いので、英語が得意でない方は翻訳ソフトを使ってもらえれば問題ないと思います。私はですね、株を購入する前にその企業の財務諸表をしっかり読むことが大切だと思っていますし、そういう人が増えたらいいなと思っています。この動画が財務諸表を読むハードルを下げ、皆さんの背中を押せることができたら嬉しいです。今後も財務データ分析のための会計知識という再生リストを更新していきますので、ぜひよろしくお願いします。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資初心者である私が投資結果、学んだこと、銘柄データなどを皆さんと共有し、一緒に成長していくことを目指しています。また Twitter には銘柄データを写真付きで毎日上げているので、ぜひフォローよろしくお願いします。